さて続きをやっていきましょうか。チラ。よし、帰ろう。ということでね、まあ、前回は、まあ、ジルサンドイッチならぬガラードサンドイッチを食らってね、まあ、できれば、大統領のミサイルサンドイッチを食らいたいっていう、大統領のミサイルはおかしいな。大統領娘サンドイッチを食らいたいなっていう願望を言いつつね、まあ、そんな感じで進んでいきましょうか。はい。失礼。ということで、まあ、前回、じゃないや。まあ、せっかくね、動画をご視聴いただきましたんでね、もうラジオ感覚でね、最後までまったりとご覧いただけたら嬉しいでございます。まあ、そのついでに、ね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンなんか押していただけると、もうここに出てくる寄生虫並みに私発狂、狂気乱舞しますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回は、まあ、ちょっと生贄を捧げてね、ドゥー、グー、俺の時代だ、新時代、古い。新時代の曲も去年だから、ね、古臭いよね。ということで、まあ、奴がね、ゆっくりと、ずっしん、ずっしんって向かってくるんでね、とりあえず、まあ、ちょっと掴ませといて、狂気発、この辺りでいいかな、痛いーっつって、痛いーっつって、あれあれめっちゃ苦しめられてるけど、あれもしかして甲冑を突き破るとか、あ、そうだよね。なぜか手首の辺りを押さえるっていうのは、やっぱ手首を使いすぎて、ぐー。多分手首を使いすぎたせいで、下手くそー、そしてこっち向かってきてる、捕まったのはアシュリーだー。まあいいや。じゃあいいか、アシュリー。あれあーやばい。今日ダメな日だ。パソコンがすごい重い。セルフ、なんだっけ。セルフスローモーションになっちゃってる。あー操作しにくい。ちょ、マウスが上向かない。マウスが上向きに、あなたのお家はどこですか、壁を破壊してもわからない。やばい、来てる、向かって来てる。誰を捕まえようとしてんの？下手くそか。オッケー。じゃあ、アシュリー、あとはよろしく。くるっと降りて。影からコソコソと。ツン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 。オッケー。あちゃき。ツン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 。おー、みなぎってきてるー。やっぱあれかな、甲冑越しでも、まあ、豊満なバストが、おー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 おお、あれ散らかしてんな。まあ、豊満なボストの、ボスト豊満なバストのおかげでね、まあ、多分興奮してるんだろうね。オッケーオッケー。よし、じゃあ登っていきましょう。行くぜ！切り刻んで見せれなかった！マジか！ちょっと待って！うおー！あれ？あ、一撃必須。マジか。別に弾を吐こうとしたわけじゃないよ。そしてなぜか再びセルフスローモーション。ちょっと待って。重っ。で、あんたどこに待機してたのよ。なんでそんな飛んでこれんのよ。もうちょっとおいで。え、そのあたり、そのあたり。そう。てか、アシュリーもこういう時くらいさ、自分で考えて行動できるようになってたらいいのにね。なのにさ、なぜか、その、人様の言うことを聞いて、律儀に立ち止まって、捕まれるまで待っているっていうね。ちょっとそういう意味では可愛いかもしれないね。ほい、どーん、おら、背中ツボマッサージ、どうだ、効いただろう、気持ちいいだろう、めっちゃ後ろ下がるやん。これで、でも、寄生体自体へのダメージっていうのが、エルフィガンテ自体のダメージと、その寄生虫へのダメージっていうのは、体力は別扱いになるのかな。ちょっとそのあたりかわかんないですけどね。うおー、ごめてるー。じゃあ、1、2、3。えっ、あそこしまった、あ、体力回復してね。これミスったら。大丈夫。1、2、3、4、5、6、7、8。オッケー。8回切れれば確か十分なんだっけな。6回、7回が確か少ないみたいな、そんな感じだったと思うから。で、しょうもない、なんか知識だけは持ってんだよね。よし、逃げる。そう。はい。で、生贄置いて、くるっと振るから。こんな下水プレイをやってんのにさ、死んじゃダメだよね、ほんとね。私のプレイの浅はかさと、もうレベルの底のね、浅さが、浅はかさと底の浅さって一緒じゃねって思ったけど。え、そんな突っ込みしてくれるの、ありがとう。頭、ちょっと待って、顔面キック、おう、おうおうおう、捕まってるし、結局。ふわ。手首は刺すものです。同じなんだよな、動作がな。アシュリーを落とすときと。やばい。これでもう一回でも捕まったら終わるポン。よし、捕まってくれてる。オッケー。あ、これで終わり？もしかして。で、頭。チュンチュンチュン。オッケー。じゃあ登っていこう。もうボタンミスったところで一緒だからね。やってもう、シー。シーシーガールズ。ふぬ。ふりゃ、オッケー。
よし。じゃあ、これで終わりましたね。じゃあ、くっさーいをまたくぐって。まあ、多分あれだよね。体がでかすぎて、この子の息子に関しては体の中に埋もれてるような気もするけど。オッケー、15,000円。じゃあ、貯金。なぜかナイフでこれを切り落とすときだけ、自らスローモーションになってくるっていうね。なぜ？オッケー。じゃあ、さっき、拾ったけど、死んだことによって復活したアイテムちゃんを取る。あ、好き。ちょっと、重っ。足元の木箱を、ツン。オッケー。Wait. よいしょ。古びた鍵。うわ、なんかめっちゃアイテムあるな。本当にこれだけの武器を使って倒さなきゃいけない相手、ああ、そっか、だから、全部の弾が当たるじゃなくて、外した弾の数も含めて、こんだけ上げますよっていうことになってるのかな。プロフェッショナルに優しいじゃないですか、カプコンさん。だからなぜ鎖を切るときだけスローモーションになるんだ。そして鎖を切るのをナイフで切り刻めるってさ、ナイフの切れ味が鋭すぎるのか、はたまた。ボロすぎるのかだよね。オッケー。じゃあくぐっていって。もうどこまで行くかだよね。意外とね、村長戦がなんかもう嫌な予感しかしないから、村長戦の手前くらいまで行って、次回パートお会いしましょう。またね、バイバイみたいな、そんな感じにしようかなと思うけど。まあ、どこまで進めるかちょっと、ここの進みが、もうすでに一回死んでるんで、ちょっとまあ、若干心がお礼ポンではあるけどね。特にないかな。大丈夫かな。あれ、この辺の周りって何もなかったっけ？そっか。残念だな。あったら嬉しかったんだけどな。うい、ダイナミックお邪魔します。村の最後のなんちゃらかんちゃら。まあ、そこであそこで待ってますよって言ってる、その村長が律儀で可愛いよね。俺、あそこの小屋で、レオンのこと、待とうと思うんだ。いや、そんな村長、奴は、アシュリーっていう、もう彼女が、そんなのは関係ないんだ。俺は、彼を愛している。ダイナミックお邪魔しました。なんか、だからまた、その微妙なセルフスローモーションはなんだ？よし、こっち特にないよね。やっぱこの甲冑アシュリーなんだったら、まあ、ぶっちゃけ、あれだよね。あっちの村人ルートでもよかったかもしれないね。ずーっとチェーンソーに切り刻まれてもらうみたいな、そんな感じ。ということで、ナイフを使おうとすると、そうでもないね。今、ここ戻る最中も、なんかちょっとカッチカチになってたね。そっか、関係ないのか。よし、こっから狙えるだけの敵は狙っておこう。いける？いけ、あ、よし、OK。もう一個先はちょっときついか。無理っぽいね。ダメだ。じゃあここは仕方ない。向かっていきましょう。乗ります。ゴンドラ、一回乗車150円。二人なんで300円です。甲冑でちょっと劣化が激しくなっちゃうんで、ここは2割増し取られそうだね。この時の足で可愛いよね。こう、しれっとガッツポーズしてるっていう。狙って、オッケー。100発100中、いいね。どっちか狙うかだよな。ここが、よし。これちなみにまだやったことないんだけど、こう上に登られて、なんかゴンドラごと切って落とされるみたいな、なんか死亡シーンがある らしいですね。でもそれだけしてでも、こう、レオンを殺したいっていうさ、その村人の執念がやばいよな。そこまでして守りたいアシュリーだったんだろうな。うん、結局村人連中はそのサドラーの何の野望にあやかりたくてこんなアシュリーをさらおうとしてレオンを殺そうとしてるんだろうね。そもそもよくよく考えたら金が欲しい、権力を誇示したいというサドラーの野望に対してその目的は何だみたいな。例えばそのウェスカーだったら新人類をね作るんだみたいな。で、新人類を作ることによって、まあ多分そのそこの王になるみたいな、まあ神になるかなるみたいな、そんな言い方をしてたと思うけど、権力を誇示したその先っていうのは一体サドラは何を考えてたんだろうね。わかんないけど、サラザールとかだったらさ、まあ
上司としてやっぱり反映させて いくんぜやみたいな、そんなあれなのかもしれないけど、これ早いんだよな。やつがな、やつらが気づくのが早いんだよ。おう、かわいそう。あ、こけてる。おはよう。ほい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 。ちょっと待って。あー、このひる、あー。下半身からちょっとパンツが見えるような仕様になってたかもしれないんだけどね。まあ残念ながら。でもなんか、お股のあたりとかさ、やっぱりさ、その股関節がゆるゆるじゃないと大変だから、結構その、触ったらちゃんとお尻のラインとか分かりそうな感じしてるけどね。さて、上。ここか、あ、でも違うか。いや、ここでさ、ほら、あの、エイダがさ、なんか儀式で切られようとしてたじゃないですか。もうこの儀式が一体何なのかっていうのがさっぱり分かんないけど、だからセルフナイフするしようとすると、セルフ。で、その時の、その生き残り連中が、出てきてるのかなと思ったけど、それはまた別なんだろうね。しれっと、オッケー。まあ最初はまあね、ナイフで倒、ナイフじゃねえ、ハンドガンでぶちのめしていこうかな。で、じゃあついておいで。はい、こう。登り方がちょっと可愛いよね、あの時のね。音は全然可愛くないけど。どうしようかな。この村長をやろうと思ったけど、村長までやるとちょっと長くなると思うので、一旦中途半端。あら、持てないね。そう。ああ、そうか。まあ、使ってから戻ってくるのがいい感じになるのかな、多分ね。そうだね。ちょっとここで、めっちゃ食い込んでるわ。もうチューしてるじゃん。え？ああ、特に新しいのはなしか。そうね。じゃあ、ちょっと中途半端なところなんですけど、まあ、次回、まあ、お楽しみ取っておくっていうのが私の流儀なんでね。まあ、ご飯を食べるときもね、あの、メインディッシュの方を後に食べて、先に野菜みたいな副菜を食べるっていうところからが、僕の食事スタイルになりますんで、ぜひね、次回パートで冒頭から激しい戦いをお楽しみいただけたらなというふうに思います。はい。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。ということで、まだなんかちょっと微妙にスローモーションが続いてるけど、ね、ちょっと次回そんなことがないように調整したいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあセーブして終わります。では次回また明日お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。